佐久さんの僕のイメージとしてはパラスポーツにアクセスするきっかけを作ってくださる方、パラスポーツっていろんな競技がありますし、おそらく自分が知らないその自分の障害特性に合ったスポーツっていうものは必ずあるかと思いますので、そういう意味ではいろんな方とのつながりを作ってくださる方なので、パラスポーツにとって重要なこうキーパーソンだなというふうに思います。何もできないかもと思ってた方たちが競技に出会う瞬間、この発掘っていうのはそれこそそういう出会いの場っていうことで、ラスト OK。 父も同じ仕事をしておりましたので、私の周りには障害ある方もない方もいるのが当たり前の中で育ってきて、まあ、こういう仕事に就きたいってなった時に、まあ、障害ある方と一緒にスポーツをしたいと思ったので、僕にとってのすごく非常に大きなターニングポイントになったプログラムがこの発掘プログラム、僕の人生にとってとっても大きなイベントの一つだったなというふうに思っています。スポーツを通して伝えられることとか感じ取っていただけるものって多くあると思うので、だからこそこのプログラムとかこういう発掘の機会とかあり続ける必要があるのかなとは思ってます。それこそ日々発掘、日々育成、日々強化ができていくことがやはりこのプログラムをやる大きな意義かなと。その先の自分へ、パラドゥー。